ドイツ民主共和国英雄、金星賞のイラストドイツ民主共和国英雄とは、ドイツ民主共和国における英雄称号の一つであり、国家最高の英雄称号である。1975年10月28日に創設され、同年11月28日に65歳の誕生日を迎えた、地上軍のカール・ハインツ・ホフマン将軍が最初の受賞者となった。 また1976年12月13日には、ソ連邦のレオニード・ブレジネフ初期長が最初の外国人受賞者となり、ブレジネフは最終的に3度の受賞を果たしている。ドイツ民主共和国英雄称号は、ドイツ民主共和国に対する顕著な功績を達成した個人に対して授与される。受賞に際しては、個人の献身に加えて、その勇敢や大胆さも評価された。 特に次のような分野での受賞が多かった。ドイツ民主共和国英雄の称号を受賞すると、合わせて金星明と証明書及び賞金が授与される。また受賞者には公共交通機関の無料利用など様々な特典が認められていた。1978年以降、特典の一つとしてカール・マルクス勲章を受賞する権利が共に与えられるようになる。 これらの勲章及び称号は受賞者の死亡後、速やかに政府当局へと返還するものとされていた。当初は1年あたり10名への授与が計画されていた。ありがとうございます。